はい、皆さんこんにちは。今日はですね、前回説明をさせていただいて紹介させていただきました、このお肉の産直市場泉大津店がなぜ、生まれたのか、ここについて、説明をさせていただきたいと思います。私たちがやってるのは中途半端すぎる。精肉もやってるんです。確かにいい肉置いてるんです。対面式で販売をしてるんです。でもやはり精肉もあまり売れない。そして焼肉店もあまり売れない。どっちなんだよと。この店は非常に中途半端だったんですね。ですから私たちはそこでやろうと、こうしようと言ったもののモデルにさせていただいたのが、鹿児島にある上地区グループの九州産直市場、これをモデルにさせていただきました。そして非常に怖かったです。やはり、これが大阪で受けるのか、非常に怖かったんですが、ただ今のまんまでいろいろやってきてもダメだったわけです。ダメだったんだったらもう引き返せないだとしたら、一度概念を取り払ってやってみようよというのが、この産直市場、泉大津店を転換した大きな大きな理由になります。そして、このお店はですね、コンセプトも生産者の方々と消費者の方々をつなぐお店になろうと、こういう思いの中で、このお店を今、スタッフ一同頑張ってですね、毎日営業をさせていただいています。営業するというのはお客様の声を伺って、そして、もっと使いやすく、もっと喜んでもらえる、そんなようなお店に変えていこうということで、お客様との会話を一番重要視しながら、この店舗の展開に踏み切ったわけです。実際に、今どうでしょうか。7月の11日オープンですので、ちょうど今1ヶ月と少し時間が経ったところになっております。今まさにですね、お肉の売り上げですね、物販はもう以前の2倍以上になってます。そして、残念なのがですね、このイートインコーナー、これがですね増えてはきてるんですが、まだ残念ながら自分たちの想定する使い方にはなってないんですね。で、なぜなってないかっていうのをいろいろ考えました。まず1つ目、僕はまずこの九州産直市場というね、上地区グループがやってる、このお肉の産直市場っていうものをまずはトレースしよう、いろいろアレンジしないで、まずは1回トレースしようよ。トレースして、もしお客様の声をいただいて使いづらいところはその後直そうよという形でやろうというのを心に決めました。まずやってみました。ですから営業時間が今6時なんですね。平日が6時入店完了なんです。そして7時で終わりなんです。なぜならばこれは物販の考え方なんです。で、物販の考え方ですから、お肉屋さんの方はもう6時で終わります。で、そして買うことはできるんですよ。もちろん買うことはできるんですが、お店の方も6時が入店最後で、7時までで焼き終わりっていう、こういう時間なんです。これをまず変えようということで、9月の1日から営業時間、平日は11時半から、夜の9時まで、そして週末は11時半から夜の10時、22時までというようにまず変えていきます。日曜日は9時までです。土曜日が22時まで、このような形で変えます。でも11時半っていうのは、このイートインが11時半なんです。実際にお肉屋さんは10時に変えます。で、そういうような形にまず変えました。それから2番目はですね、タレも全て、タレ入れも取り皿もトングもですね、入り口でお客様にセットをしてもらうっていうやり方しました。まあバーベキューだから、まさにそんな感じで十分かなと思いました。鹿児島では全然それをですね、不便に思って使わないとかっていうことはないんです。で、同じようにまずやりました。そしたらさすがにちょっとですね、使いづらいという意見がありまして、今はそれを解消するために、要するに買い物が終わりました、テーブルに座りました、すぐ焼ける環境にしようということで、タレのセットですとか取り皿ですとか、こういったものはテーブルの上にセットさせていただくようになりました。またもう一つ、ガスの着火がちょっと分かりづらいということがあったもんですから、じゃあ
テーブルにお客様が着いた段階でお水のポットだけ持っていきましょう、持ってった時に一緒にスイッチを入れましょうということで、だいぶですねお客様の声を聞きながら、この辺はアジャストしてきたつもりでいます。まだそれでもですね、実際には、営業時間が変更がまだ9月の1日ですのでね、だいぶ増えてきましたけども、もう一息といったところで、まだまだ試行錯誤をしなければいけないなというようには思っています。ただ前回もご紹介していたさせていただいたように、使っていただいたお客様非常に楽しんでいただいています。ご家族で2家族で来られたりですね、あるいは友人同士で、6人7人で来られる方もいます。皆さん本当にね、自分で自由に使えるもんですからね、堅苦しくない、食事をしていただけるようになりましたし、また笑顔や、ね、笑い声を聞いていても、ああ、ね、ご満足いただいてるなというのを感じます。またお肉の価格が圧倒的に焼肉屋さんに比べますと安いもんですから、そういう意味ではですね、この使いやすさ、そしてお値打ち、価格分の品質というお値打ちを感じていただけるのは相当いい日ではないなという手応えを感じながらやっています。今一方では、このお肉の産直市場の中で、もう一つ強化しようと言っているのが惣菜関係なんですね。お惣菜関係、やはり私たちこのいいお肉を持ってますんで、お肉を中心とした安全安心な惣菜をお客様に高価格で、お届けしようということで、これもですね日常茶飯事、そんなメニューのラインナップを毎日だいたい5アイテムから10アイテム考えて、新たな試食をし、そしてトライアルをし、これはどうだあれはどうだということをですねやりながら、そして、この周りにはですね、本当に多くのスーパーマーケットもありますし、多くの競合店もあります。そんなところもですねしっかりリサーチをしながら、自分たちのポジショニングを明確にして、お客様に、ここでしかない差別化のあるお店として、この大阪の和泉市、そして和泉大津のエリアに、こんな店があってよかったよ、ありがとうと言ってもらえる、そんなお店に作り上げていきますので、皆様お近くにいらっしゃった時、ぜひこのお店をお使いいただければなというように思っております。またさまざまなですねお気づきの点、またご指導ご鞭撻ありましたら、何なりとですねこの塩ラボの方に投稿していただければ、改善できるものはすぐに改善させていただいたり、お答えできることにはすぐにお答えできるようにしていきたいと思ってますので、どうぞ皆さん今後ともよろしくお願いいたします。はい、こんにちは。美味しいお肉の直売所の片山と言います。このお店でチーフをさせていただいてます。お肉を先に携わってだいたい30年ぐらい経つんですけど、このぐらいの、業態変化っていうのは初めてで、今までは精肉店と飲食店って別だったんですけど、それが今一緒になって買ったお肉をそのまま食べていただけるということで、常連さんも含めて、僕の家族が結構食べに来てくれたりとかしてるんですよ。僕はもうそういう、自分の大切な人を呼びたいお店を作りたくて、今まで今日は、頑張ってやってきたんですけど、そういうお客さんがちょっとずつ増えてきてる気がして、僕はちょっと嬉しく思っています。これからももっといいお店になっていけるように頑張っていくので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうも皆さんこんにちは。私、株式会社ビースマイルプロジェクトの、宮崎と申します。今まで、この会社に入りまして、様々な焼肉業態を作るにあたって、いろんな企画系の仕事も含めて、携わせていただきました。で直近では炭火焼肉司会という業態を、作っておりまして、それを、一回閉じて今回新しいチャレンジとしまして、お肉の直売所和泉大津を立ち上げることとなりました。当然その牛飼い和泉大津も含めてですね、炭火焼肉牛飼いというのは我々のメンバーも含めてやっぱ丹精込めて育ててきた業態ですので、やっぱ一度閉じるといった時に少し寂しい思いもありながらで、メンバーともちょっと涙を分かってという形の瞬間もあったんですけれども、この九州産直市場、例えば鹿児島に行ってですね、実際我々直接現場と関わらせてもらって、
知るに、まあ知れば知るほどですね、まあすごいお店だなというふうに思いまして、まあそれをどうにかこう大阪に持ってこれないかなという形で、まあ私たちメンバーも含めてですね、まあやっぱ大阪に持ってきたいというふうに思いが変わって今に至ったというところが現状でございます。で特にこの我々の BSP という会社にとってでもですね、鹿児島や九州産直市場で学んだこの九州産直スタイルというのも、まあ、大阪に持ってきて、まあ、皆様にお届けしたいことというのが、新しい和牛の食文化というものを大阪に持ってこれるんじゃないかなというのを、まあ、感じたところです。やっぱりお値打ちに和牛を提供してもらって、でお腹いっぱい美味しいお肉が食べられる。で皆さんやっぱりお肉に関しては品質っていうところにやっぱりこだわりたいと思うんです。特に週末の楽しい時間、家族との楽しい時間、やっぱり美味しいものが食べたいと思うんです。焼肉ってそういう料理だと思うんですね。もてなしの料理、まあ小晴れの料理だと思うんです。でそこにやっぱり我々の牧場のお肉で、まあお客様をもてなしたい、家族を笑顔にしたい。でそれがこの昨今の物価高であったり、そういったまあ買いづらい、楽しみづらいというところから、まあ我々は新しい価格設定でより多くの人に和牛のお肉をお値打ちでお腹いっぱい届けたい、まあその思いでこの業態をスタートしたところでございます。これからもまだまだお店磨きは続きますが、ぜひ皆様にはご利用いただけたらと思います。特にここに来てお試しいただきたいのは黒毛和牛が美味しいです。どんなに言ってもうちの和牛は生産者の思いがこもった本物の和牛を皆様にお届けできると思います。それが外食だとどうしても4キロの価格設定になってくるものが3キロの価格設定で、で和牛の焼肉屋のこのテーブルの、まあ、レイアウトであったり、ロースターであったり、設備であったり、タレであったりというところで、まあ、本物の専門店の味を、お値打ちかけて召し上がっていただけるので、うちにいらしたら、ぜひ、黒毛和牛、特にさつま牛ですね、お試しいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。最初は戸惑ってるお客さんも多かったんですけれども、最近はもう、慣れていただいて、リピーター5回6回のお客様もこの間来られました。で大変喜んで帰られております。店内の仕組みをご案内しているこちらの動画もぜひご覧ください。